皆さんこんにちは。地域について学ぶとき、グループで活動しましょうというふうによく言われますよね。でもグループ活動ってうまくいきますか？今回のそもそもはグループ活動がうまくいかない、そのそもそもについてお話ししたいと思います。では早速そもそもを始めていきましょう。そもそも皆さんはこのグループ活動という言葉に対してどんなふうなイメージを持っていますか？グループ活動イコール何人かのメンバーが集まって話し合うことだというふうに考えていたら、これは NG です。このうまくいかない、グループ活動がうまくいかない状態を作る原因はこのあたりのそもそもにあるんですね。さて、さあグループで活動するぞとなった時、こんなことありませんか？30分もしないうちにアイデアが出尽くして無言になってしまったとか、なんだか気恥ずかしくてついつい雑談をしてしまうとか、もう何分もやったから頑張ったよねねみたいな、そんなことありませんか？なんだかこんな風にあっという間にグループ活動がうまくいかなくって、どうも何やら根性論のようなものにすり替わってしまって、これ本当にうまくいってない例ですよね。でもきっと心当たりがあると思います。ではどうしてこんなことが起こってしまったのでしょうか。というわけで今回のポイントは、グループかチームかというものについて考えてもらいたいというふうに思います。またなんだか同じような言葉が出てきましたよね。では皆さんに考えていただきたいと思います。グループ、チーム、それぞれ区別して使うという時、どんな違いがそれぞれありますか？少し考えてみてください。さてどうでしょうか。こんな風に考えてくれた人がきっと多いんじゃないかなと思います。グループとは何か人の集まりであって、チームはそのグループのうち特別な何か、特別な人の集まりなんじゃないか、そんな風に考えてくれていたらもう正解だというふうに思います。では次の2つの場合はどうでしょうか。 A と B、 2つの集団があります。左側の A の方には意思決定をするリーダーが明確に置かれ、それ以外のメンバーはリーダーが決定した事項を忠実に実行します。 B は一見誰がリーダーだかわからないような関係性をお互い持っています。最終的な意思決定者はやはりリーダーなのですが、意思決定に至るプロセスはメンバー全員のアイデアや意見の積み重ねからなります。さてどちらの集団が皆さんがイメージするチームでしょうか。チームにはリーダーが必要。なるほど、そうすると A の方がチームらしく見えるかもしれませんね。では何かの仕事を任せるという時、 A、B どちらのチームの方が良さそうでしょうか。少し複雑になってきましたね。そう、任せる仕事の中身によるんです。大急ぎで大量のものをさばかなくてはいけない、そんな時には A の方がいいように思えます。一方、新しい企画を立ててほしい、そんな時には B の方が良さそうですよね。では B のような集団を今回適切なチームというふうに呼ぶとして、そのチームにはどんな特徴があるんでしょうか。 B の方が望ましいチームである、そんな時そのチームには例えばこんな特徴があります。それは1つ目、共通の目的や目標があるということ。そして2つ目、共同する意欲があるということ。また3つ目、活発なコミュニケーションを通じて取り組みの内容や方法をお互い調整していく能力があるということです。ここを踏まえていただいて、ではチームワークという言葉について少し考えてみてください。チームワークという言葉、よく使う言葉ですよね。ではこのチームワークとはがいいという状態は一体どんな状態でしょうか。仲がいいことでしょうか、それとも和気あいあいとしているということでしょうか。実はチームワークが良い状態とは、チームのメンバーが同じ目標に向かって
同じ気持ちで動いている、そんな状態のことです。和気あいあいとしているだけでは実はないんですね。言葉の定義についていろいろ説明してきたというふうに思っておられると思いますが、定義がどうであるかというのはあまり重要ではありません。一方でそれぞれのものについてどんな意識を持っているのか、これに焦点を当てていただきたいというふうに思います。グループ活動がうまくいかないと感じるその根本には、何かをやり遂げる、目的や目標だと思いますが、そのためのチームという意識が足りていなかった、そんなことがあったかもしれませんよね。グループ活動がうまくいかないなと思った時、その方法だけではなく、そこに自分がどんな意識を持っているのか、それを考えてもらうと突破口が開けてくるかもしれません。以上で今回のそもそもをおしまいにします。